小池俊くん、日本維新の会の小池俊です。本日予算委員会との重複で離席をしておりましたので、質問等に重複等がございましたら、何卒ご容赦ください。まずあのロシアによるウクライナの侵略、力による現状変更は、これは断じて容認できるものではありません。我が党といたしましても、党内ではさまざまな議論もありましたし、ロシアとウクライナの間にこれまで 様々な難しい歴史的経緯があったということは承知をしておりますがただ現状のこのロシアによる武力侵攻武力の行使による侵略行為については最大限の非難を表明するとともにウクライナと連帯しウクライナの人々の平和と安全のために最大限の支援を行うということを改めてお誓い申し上げまして質問に入りますはじめにロシアに対する制裁の観点から質問いたします 日本としてロシアの軍事侵攻を止める具体策というのは、非常に限られてはいる状況ですが、各国政府と連携して、強い経済制裁をかけ、ロシア経済をいわば国際社会からまずは孤立させ、そして交渉のテーブルについてもらう、このことが非常に重要になってまいります。 ましかしながら、こうした国際連携が重要な局面であるにもかかわらず、当初、スウィフトからの排除といった経済政策などで、我が国は初動で足並みが乱れたとも報道されており、国際社会に誤ったメッセージを与えたのではないかという懸念も持っております。また、特に我が国の重要な安全保障の枠組みであるクアッドのメンバーであるインドは、国連総会の緊急特別会合において14、141カ国の賛成、 共同提案国の数が90カ国以上という歴史的なロシアへの非難決議を棄権いたしました岸田総理も就任以来国会内外で同盟国同志国の中に具体的にインドの名前を挙げておりましたので世界の総意として非難のメッセージを示す重要な局面でインドが危険という行動に出たことは非常に遺憾であるとともに今後への不安を残す結果となっていますそこでこでの点 インドが非難決議を棄権した理由をどのように分析されているのか、またロシアに対するインドの向き,合い向き合い方は、当初、我が国が考えていたクワッドの枠組みとは異なる方向で影響が出てきてしまうのではないかというこの懸念もありますが、クワッドの今後の枠組みへの影響について、外務大臣の見解と展望をお伺いいたします林外務大臣。ロシアの拒否権行使によって否決された、 ご指摘の安保理決議案の採決に際して、インドは危険票を投じたというふうに承知をしております。各国はさまざまな事情を踏まえて、独自に票投票態度を決めるものでございまして、インドについても同様と考えております。で日米合意の4カ国は、自由で開かれたインド太平洋、この実現に向けて、幅広い分野で実践的な協力を進めていくという目的を共有しておりまして、 第三国との関係で立場に差異が生じることがあったとしても、日米合意の間の協力関係の意義が失われるものではないと、そういうふうに考えております北俊君先日もクワッド首脳で協議をしたということは承知をしておりますが、この世界ができるだけ一枚岩にならないといけない局面で、我が国の重要な安全保障の同盟国、同志国で足並みが乱れてしまったということは、これは不安,し不安だと思う方が出てきてしまっても仕方がありません。 まあ依然として、ロシアとも強いつながりがあると考えられる中国を念頭に置けば、このクワッドの枠組みは、ロシアによるウクライナ侵略を得て、一層強化されていく必要があります。まあ、今月中にまあ総理のインド訪問、も予定されているという報道もございますが、ただ行っただけというようなことにならないよう、今回のことを教訓に、外務省としても事前にした事前にしっかりこの獲得目標、具体的に定めるなど、インドと安全保障の枠組みで足並みを揃えられる外交を展開していただきたいと思います。 え繰り返しになりますが、まあ、国際社会で連携をして、まあ、ロシアをえまずまあ経済的に孤立をさせるそしてまあ力による現状変更の大小は大きいという事実を示すことがこれは現在進行形で、まあ、交渉に至るまでの過程において求められていますその一つとして投資からの引き上げというのがございます中でも国として行っている投資すなわち、えー、具体的な年金の運用についてこれノルウェーデンマーク政府を皮切りにオーストラリアの政府も 同国の年金資金資を運用する政府系ファンドのロシア向け新規投資を凍結して、保有する関連資産を売却する方針を明らかにするなど、ロシア関連の資産を売却する動きが世界にも広がっています。我が国の GPIF、このロシア関連の資産は債券で約500億円、株式で約1700億円、合計約2200億円ということで、他国に比べても巨額となっていますが、この資産について、 ロシアによるウクライナ侵略を受けて、どのように対応するつもりか、現時点の日本の GPIS の方針を厚労省に伺います厚生労働省大臣官房、屋敷審議官。えー、お答え申し上げます、GPIF の年金積み立金の運用でございますが、あの法制度上、もっぱ被保険者の利益のために長期的な観点から行うということ。 あと金融市場や企業経営の直接の影響を与えないように、株式投資については、投資判断の全部を運用自体機関に一任することとされております、まあ、これは多時考流の禁止および個別銘柄選択の禁止という制度上のです、ね、原則に沿って行う必要があると考えております。このため政府 GPIF と,と,、はい、GP としましまては あ失礼いたたししました、えー、このため、政府や GPIF は、積み立金運用の目的以外の事項を多数の考えること、あるいは運用自得機関に対して、えー、個別の命柄を投資対象から除外する等の指示を行うことは法令上できないという状況でございます。 今後とも GPIF の年金積み立て金運用につきましては、もっぱら被保険者の利益のために安全かつ効率的に運用が行われることが重要だと考えておりまして、即かのロシア資産を含む市場環境につきましては、GPIF において状況を注視し、もっぱら被保険者の利益の観点から適切な投資行動が行われているものと承知をしております。 君まあ、いわゆる多治考慮のルールがあって、まあ、ウクライナの侵略によって、その方針が変わることは現時点ではないというご答弁でありました、まあ、確かに大事な国民の年金資産でありますから、資産運用のルールというのは、これはもう極めて重要です、まあ、しかしながら、国際的な連帯を示すべきときに、ロシアに利するルールをそのままにすることについては、今後、当然に議論が生じてくる可能性が考えられます、もともとウクライナの侵略前から、各国でクリーンな企業活動への投資、この取り組みが広がっておりました。 GPIF における投資判断においても、今後、人権原則に反する企業活動には投資をしないという、こうしたルールを設ける、政治判断が求められる局面も来る可能性というのは、これは大いにあると考えられますが、これ、政治判断ですので、今日政務官来ていただいておりますので、政府の見解をお伺いいたします深沢厚生労働大臣政務官。はいご答弁申し上げます。えー、若干繰り返しになる部分もございますが、GPIF の年金積立金は、 法令に基づいて、もっぱら被保険者の利益のために、長期的な観点から行うとともに、金融市場や経営企業経営に直接の影響を与えないよう、株式投資については、投資判断の全部を運用受託機関に一任するという原則に沿って運用しておりまして、特定の企業を投資対象としたり、逆に投資対象から外すことを政府や GPIF が支持することはできない仕組みとなっております。 gpif の投資対象となる企業はほぼ全世界に及びましてまさにロシアウクライナ問題が現在発生しておりますが外交安全保障人権等の諸問題が簡単なく発生し得ます gpif の投資対象をめぐって年金財政仮にですね gpif の投資対象をめぐって年金財政上の収益とは別にそのような諸問題との関係で 投資の是非を逐一判断することは、年金積立金の運用、こうした是非について判断し判断が分かれうる様々な問題に巻き込むことになりかねません。え国民の貴重な財産である年金積立金をリスクにさらすことがないよう、先ほど申し上げた原則は重要であり、特定の企業を投資対象から外すことを政府や GPIF が支持することができない仕組みは、今後も堅持していくべきだと考えております。以上です。 まああのね、おっしゃることの理由ももちろん分かる部分はあるんですけども、まあ、経済安保においてもですね人権対応ということが強く求められている昨今、まあ、これ、明らかな人権侵害がある国に対して、投資を国として継続するということについては、これ、なかなか説明がつかない局面には当然なってきていると思います。まあ、今後、あり得る可能性として、ですね、まあ、こうしたところはやっぱり撤退するということも視野に入れて、ですね政府内で協議というのを進めていただきたいと思いますので、よろしくご検討をお願い申し上げます。あの厚労省関連の質問以上になりますので、よろしければご退席いただいて構いません。 どうぞおおでは続きまして、ロシアの経済的に利する行為になっていると考えられるものとして、投資のほかにもう一つ、外国法人税の納付というものがございます。 ロシアに法人税を納めているということは、これは国際連携における経済制裁と逆行すると評価される可能性もございます。まあ、そこでまず政府は、ロシアで活動する国内企業が納めているこの外国法人税の額、これは政府として把握をしておられるでしょうか。また、官民が出資をするサハリン石油ガス開発会社、この外国法人税が、 200億円を超えているということが分かっているんですが、これ、現在のロシア政府のこの資金源、セオフィア政府を利していると、そうとも考えられますが、経産省の現時点の見解をお伺いいたします資源エネルギー庁、さだみつ資源燃料部長。お答え申し上げますあのサハリン1の部分について私からお答え申し上げます。 サハリン石油ガス開発株式会社は、2020年に約218億円相当の外国法人税の支払いを行っていると承知しております。この外国法人税は、この会社が参画しますプロジェクト会社が、ロシア政府と締結しているサハリン1プロジェクトの契約に基づいて、ロシア政府に納めているものでして、正式には利益税と言われております。ご参考までに申し上げますと、 この日本の会社は95年からこのプロジェクトに参加してございます。あの巨大なその先行投資、10年超の間、油田ガスが生産開始に至るまでの巨大な先行行使をしておりまして、その間は収支赤字で利益税は支払っておりません。ようやく石油ガスの生産が開始された2008年以降、収入が得られるようになりまして、その一部からこの税金の支払いに充てているものでございます以上です。 君あのまずまあ事実関係をお答えいただきましたけれども、官民が出資する会社ですから、日本国が今もロシアに間接的とはいえ、国民の税金からこの金銭を納付している状態であるとまあいうことになりまして、これは税金を納めている国民にも、なかなかですね理解がしがたいという状況になりつつあるのではないでしょうか。 諸外国では民間企業であっても率先してロシアにおける企業活動の停止が、停止、撤退が始まっており、経済制裁強化のために今後もその動きが広がるということは大いに予測をされるところです。まあ、そこで一方で、日本の企業の撤退や事業停止の動きは欧米諸国に比べれば鈍いというのが現状であると認識をしております。まあ、そこで、国内企業のロシアでの活動について、政府としても撤退を促す、あるいは支援をする、こうした方向性の検討も必要になると考えられますが、現時点での取り組みと見解、 お伺いいたしますまた、まあ、現時点で特にこのエネルギーですね、LNG 途絶を防ぐエネルギー安全保障の観点から、まあ、慎重に判断されているということとは思いますが、G7 などが方針を転換した場合には、足並みを当然揃えていかなければなりません、サハリン1等から日経企業が撤退する場合の,このコンテ,ィン,ジェコン,ティンジェンシープラン、これも検討すべき段階になると考えますが、この検討状況も併せてお伺いいたします資源エネルギー庁、佐田光資源燃料部長。 お答え申し上げます。世界の原油需給構造が不安定化する中、原油輸入の約9割を中東に依存しております我が国にとって、サハリン1プロジェクトは、エネルギー安定供給上重要なプロジェクトというふうに考えてございます。撤退すめらの諸外国について、今、委員、言及ございましたけれども、撤退したアメリカのエクソンモビル、それからイギリス、オランダのシェルにつきましても、このサハリンから、 それぞれの自国にです、ね、直接石油、天然ガスを、えー、持ってきているというわけではないという、そういうあの事情があることにも、えー、あのご協力いただければと思います。我が国としては国際的なロシア制裁強化の動きの中でも、エネルギーの安定供給と安全保障を最大限守るべき国益の一つとして捉え、G7 とも歩調を合わせつつ、適切に対応していきたいというふうに考えてございます。それから あのコンティジェンシープランについてお話がございました、えー、日本企業が撤退する場合ということですけれども、仮定の質問でございますので、お答えは差し控えたいと思いますけれども、あらゆる状況を想定して、えー、慎重にいろんな状況の推移を見極めた上でです、ね、G7 諸国の官民の取り,り取り組み事例なども参考にしながら、適切に対応してまいりたいと考えてございます。 んんまあこれは昨日の予算委員会の集中審議でもまあ萩生田経産大臣が結束を変えてご答弁されていましたけれども、確かに日本がねこう撤退したら、他国がそこに入り込むだけで、結果としてロシアの状況は変わらないんじゃないかと、権益を奪われて終わるんじゃないかと、そうした懸念もえ示されておりました。まあ、こうしたまあエネルギー安定供給のまああの我が国の この脆弱性、そして他国との関係性、極めて難しい判断であるということは十分に理解しておりますが、このロシア経済の国際社会からの制裁、これ、中長期に及ぶことが予想されております、まあ、撤退しても、まあ、エネルギーの安定供給に支障がないような、まあ、体制も整えていくということも同時に考えなければいけませんし、そのためには一定の条件の下で、原発の再稼働を検討させること、実際原発の積極的な研究導入を進めること、まあ、等々も考えられますので、この点はまた明日の予算委員会で続きをやらせていただきたいと思います。 次にですね、時間も限られておりますので、ロシア大使館への対応についてお伺いをいたします。国内では、ロシア大使館がツイッターで連日、日本の世論形成に影響を与えようというような目的で、さまざ、あ、ま、われから見たら虚偽とも言えるようなツイートを行っています。まあ、中でも、100年も経たぬ間に2度もナチス政権を支持したというツイート、これは内容としても到底受け入れられるものではありません。 まあこうしたロシア大使館のツイートに対しては、政府として直ちに撤回、謝罪を求めるべきと考えますが、現状の取り組みを外務省にお伺いいたします外務省、上山大州局長お答え申し上げます委員ご指摘のこの在京ロシア大使館の発信は、私どもを承知しておりまして、まあ、そのようなロシア側の主張、全く根拠がなく、受け入れられません。 こうした日本側の立場につきましては、3月1日、記者会見におきまして、林大臣から明確に述べたところでございます。 今、ご答弁ありますように、記者会見等々で日本の立場は述べていますけれども、ロシア大使館に直接のアプローチはされてないということなんですね、事前に外務省と意見交換した際も、虚偽のツイートがたくさんありすぎて、全部には反論していけないですというようなご質明もありました、私としてはツイートに対して一つ一つ反論するのも、これも外務省の仕事ではないかという思いもあるんですけれども、ツイッター以外でもそのような意識で、やっぱり大使館が活動しているということも考えられる、そういう懸念も十分にございます。そこで 大臣にもお伺いいたします、まあ、今回の100年も経たぬ間に、2度もナチス政権を支持したというこの,この投稿についてはです、ね、さすがに一度精神、静止な抗議文を出すなり、こうした毅然とした対応が必要ではないかと考えますが、ご見解を伺います林外務大臣え先ほど局長から答弁いたしましたように、えー、この我々の立場についてはです、ね、3月1日の記者会見の際に、えー、この私から、 そのようなロシア側の主張は全く根拠がなくです、ね、受け入れられないと明確に述べております。それ以上の対応が必要だとは考えておらないところでございます。 君、まあ、それ以上の対応は考えていないということなんですけれども、まあ、今回の戦争はですね、まあ、SNS を使った一般市民、一般国民巻き込んだこの情報戦というのが展開されているわけですね、まあ、ロシア国内においてはどういった状況にあるかはつまびらかに分かっておりませんけれども、まあ、こうしたまあ明らかに根も葉もないと、まあ、自分の立場を言っておけばそれでいいだろうと、みんな理解してくれるだろうと、まあ、我々思ったとしても、ですね実はその一方でですね、やっぱりこの。 ツイッター上見てもですねロシア側の言い分、まあ、もちろんお互いの言い分があるが100対0ということはないかもしれない中でただそのロシアの,この明らかに我々見たら 虚偽とも言えるような情報を信じてしまう方というのもいらっしゃると、まあ、こうした流れで,です、ね、やはりわれも政府として、外務省として、こうした情報発信対策、SNS 等々の対策をしっかりやっていくということは、今後大きな課題になるかと思いますので、この対応については、ね、一層強化していくということを要望させていただきたいと思います。まあ、加えて、まあ、このロシア大使館、ロシア大使はです、ね、まあ、ツイッター上のみならずです、ねまあテレ、テレビ出演等々でも、やはり我が国、我が国政府との見解とは隔たるような主張を繰り返しされております。でこの情報戦が強化するされていく中で 各国ではまだ限定的ではございますが、いわゆるペルソナ・ノン・グラータ、この発動というのが出てきております、その検討もするべき、検討段階ですけど、検討するべき段階に来ているのではないかとも考えられます。さらにに欧米諸国国は以前シシリリアアアのののサド政権への圧力のため自国に駐在するシリア大使や 大使館職員、家族に対し、国外退去するよう要求した実績もあり、今後、ロシアに対して全面的に同様の要求をするということも一つの選択肢として予想されています。そこでまず初めに、我が国として以前、このいわゆるペルソナ・ノン・グラード、大使館員の国外退去を求めた、この実績はあるのかどうかということをお伺いいたします外務省大臣官房、篠議店長、はい、お答えいたします。 我が国が駐日外国大使館員の国外退去を求めた前例はございます。平成24年5月30日には、当時の中日シリア大使に対して、自主的な退去要請を行っております。 このシリア大使について対抗措置として発動したことがあるというようなご答弁でございました。まあ、今回ね、我が国の立場を、まあ、今後の展開によってはです、ね、国際的に示し、国際連携するためにも、このロシア大使や大使館職員、え家族に国外退避の要求という、このプランも、まあ、検討、やはりこのけ選択肢の一つとしては、頭の隅に入れておかないといけない、検討段階にあるのではないかと思いますが、この点外務大臣の現時点の見解をお伺いいたします。はい、林外務大臣 今、委員からお話になったような措置でございますが、外交関係の断絶につながりかねないものであるところ、特段の事情がない限り、現時点ではそのようなことは考えていないところでございます。 このペルソナノングラータ、この発動というのは、まあ、今、大臣から答弁あったように、まあ、国交断絶というような、このもう手前の段階の非常に強力な措置でありますから、まあ、慎重なご答弁になるということは、事情は承知をしております。ただ、やはりこれは議論に相乗に上がるという段階というのを着実に迫ってきていると、まあ、状況がどんどん変わってきていることも事実でございます。で仮に、まあ 今よりより一層事態が深刻化した場合にですねまあロシアへの他国が具体的な行動に出た際にですねこの時の足並みが乱れることがないようですねこれは機敏な対応ができるようにあらゆる状況を想定して検討していただくということを私としては要望しておきたいというふうに思います次にですねウクライナ支援の観点からいくつか質問をさせていただきます1932年から33年にかけてウクライナで起きた人為的な大基金である いわゆるホロ,ホロドモール虐殺、これについて、ウクライナでは、ホロドモールは当時のソ連の最高指導者、まあ、スターリンによって計画されたものであって、まあ、ウクライナ人へのジェノサイドだという見方がされています。まあ、現時点で、世界では約18か国がこの虐殺、ジェノサイドがあったということを、ウクライナ側の主張に沿って認めておりますが、日本政府の現時点でのこの点に関する見解を外務省にお伺いいたします外務省、小山欧州局長。 お題申し上げます <laughs> このスターリン時代のソビエト連邦で始まった農業集団化によりまして、ウクライナでは当時、1932年から33年に何百万人とも言われる餓死者が発生する大飢饉、いわゆるホルドモールが発生したというふうに承知をしております。で日本政府といたしましては、この他国で発生した歴史上の事件について、評価する立場にはございませんが、 えそのような悲劇は二度と繰り返されてはならないというふうに考えております外務省としては、他国の歴史事実について評価する立場ではないと、まあ、いうこと、まあ、これは日本政府の一貫した見解ですし、まあ、我が国では実際、ウイグル等々でも、このジェノサイド認定というのを現時点では行っておりません。ただ、こうした態度というのも、なかなか国際的にも、そして国内世論としても通じなくなってきているという側面はあるのではないでしょうか。今回もこれは まあウクライナ、このロシア、この今の侵略が起きているというこの状況に鑑みて、政治判断として、こうした歴史事実も、虐殺の事実うこうしたものを改めて日本としても批判、周知をすることで、ウクライナ政府をまあ間接的ではありますけれども、バックアップをしていくと、こうしたことも考えられると思いますけれども、これ、ホロドモール虐殺等々の事実認定について、外務大臣の見解をお伺いいたします林外務大臣。えー、ホロドモールううううについて はですね、今、局長から答弁があったとおりでございまして、他国で発生した歴史上の事件について評価する立場にはございませんが、このような悲劇は二度と繰り返されてはならないと考えております。まあ、その上で、我が国は主権と領土、そして祖国と家族を守ろうと、懸命に行動するウクライナの国民とともにあるわけでございまして、ウクライナに対する支援、避難民の受け入れ、 強力な対ロ制裁等々によって、ウクライナを強力にバックアップしてまいりたいと考えております本木田俊君、はいまあ、なかなか他国の事情等々について判断するのは難しいと、まあ、この難しさも、えー、分かります。まあ、この点、まあ、少しが、まあ、が党が以前から 話していた話にちょっと話逸れますけども、まあ、やはり我が党独自のインテリジェンス機関と、あわがわが国独自のインテリジェンス機関と、まあ、こうしたものが諸外国に比べて弱いということも一つの要因であるというふうに思いますので、こうした点の強化も含めてですね、今後さまざまな点からの強化検討をお願いしたいというふうに思います。そしてこのウクライナへの連帯支援の方法としてもう一つ、まあ避難民の受け入れということが何よりも重要となっております。まあ総理がウクライナから避難した方々の日本への受け入れを進める方針を明らかに にししていいるこことはこれはれもちろん評価をいたしますがま具体的にどのような形で受け入れていくのかというのはま現時点では必ずしも明らかになっておりません。法改正を伴わずに現時点で行えるこの現時点のルールにおいてもさまざまな手段を用いてですね避難民の方は幅広く受け入れるということは可能であって1つは難民として、そしてもう1つの手段として留学生として受け入れるという手段が考えられます。この点の点留学生受け入れ事業 人材育成奨学計画における、この対象,局に対象国に、現時点でウクライナは含まれておりません、この枠組みにウクライナを追加するということも、これは支援の一案かと考えますが、この点、外務省の見解をお伺いいたします外務省、上野国際協力局長。 お答え申し上げますあの今、先生からご指摘いただきましたとおり、この JICA の人材育成・奨学計画というのは、無償資金協力による留学生の受け入れ事業でありまして、まあ、将来、相手国政府のです、ね、中枢で活躍することが期待される若手の行政官を中心に、まあ、あの日本に来ていただいて、大学院で勉強していただくと、であのそういうシステムあの制度ですので、対象者を選ぶにあたっては、相手国の政府との協議や調整が必須であって、またあの受け入れ ていただく、日本の大学院との調整も必要になるとで今おっしゃられたとおり、ウクライナは今は対象国でありません。けれどもまあ、今後のですね。日本のウクライナへの協力を考える中で、えー、先方から要請があればですね。ウクライナを対象にするということは、あの検討していきたいと思います。ただ、あの今、あのご指摘のあったその避難民としての、その受け入れ迅速な受け入れという観点からすると今申し上げたとおり、その相手国政府との協議とか、日本の大学院への調。えー の調整とかですね事業を始めるまでにどうしても一定の時間を要するものですから、まあ、今すぐ即効性のある措置という観点からはちょっとですねあの難点があるかなというふうに考えております。 今、ご答弁あったように短期の,この支援と中長期の施策というのは当然異なってくる部分だと思います。でまあ、その中で,です、ね、まあ、ちょっと次の質問にも絡みますけれども、まあ、難民か避難民かみたいな議論もある中で、まあ、中長期的にやっぱりまずは短期で避難民をたくさん受け入れてその後、どうしていくかという中でこの留学生という話も必ず訴状に上がることだというふうに私は認識しておりますしこの提案はです、ね、現在すでに5万人以上が署名されているウクライナからの難民のために日本が取れる7つの拡充アクションというこの署名活動を における一つの提案となっておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、検討されるということのごとでありましたけれども、前向きにです、ね、そして早急にこの検討を実施をしていただきたいと考えております。 今回、政府が発表している避難民の受け入れは、まあ、あくまで避難民としての受け入れであって、まあ、難民ではないということでありまして、まあ、これ、国際社会に対して示すべき連帯としては、弱いものであるということも受け取られかねません、まあ、この点ですね、しっかり今後はあの制度を整えて、難民として受け入れていく、中長期的なことも考えて、受け入れを検討していただくと同時に、ですねこの留学生としての入国を受け入れる枠組み、この拡充も、ですね外務省が主体となって、ぜひ動いていただきたいと思いますが、外務大臣の見解をお伺いいたします。 林外務大臣先ほど申し上げましたように、ウクライナの人々とのですね連帯を示すべく、この避難された方々の受け入れ、また難民はまあ難民の認定等、そしてご親族や知人が日本にいる方々について、まあ、受け入れるということを想定しておりますが、それにとどまらずですね、 人道的な観点からもしっかりとまあ対応していきたいと思います。また今委員からのご紹介もあった中長期的な対応ということについてもですね、こういうことと合わせて考えていくべきだと考えております。 元北新君。はい。ありがとうございます。まあ外務大臣から中長期的なこともしっかり考えていくべきだという前向きな。えー、ご答弁いただきましたので、ぜひですね。この点。あのまあ実施というのは少し先になったとしてもですね。姿勢を示すだけで、これはウクライナの人々勇気づけられることになると思いますので。これ早急な対応と表明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。えー、次、ちょっと最後の質問になると思いますが、も、ま、う、あ、防衛大臣にも一問お伺いしたいと思います。ええー、我が国の防衛体制についてです。まあ、このロシアによるウクライナ侵略に伴って。まあ、ドイツがすでに、まあ国防費を G. D. P.。 2%超に増強するという。これはまあ歴史的な政策転換を行いました。まあ、この点についての受け止めということが1点とまたですね。まあ、ロシアのまあ、いわば隣国にある日本というのは、このドイツ以上にこの防衛の拡充というのはしていかなければならない、えー、状況であります。この gdp 比1%マークとかですね。まあ、こういうのは慣習として、これまでずっと連綿とあった。中で、まあそういうのは実際ないんだということもありますけど、ただ実ないんだと言いつつも額面を見ると。一、まあ この本予算の中では1%にとどまってきたと、そして具体的な増強がなかなかなされなかったと、まあ、こういった経緯も鑑みて、ですね今後はですねもう具体的に踏み込んで、この防衛費の増額、そして防衛の増強というのをえ図っていくべきだと考えますけれども、現時点の岸防衛大臣のお考えをお伺いいたします岸防衛大臣。はい、えドイツははロシアへへのの脅威,のお脅威への対抗に言及しつつ今後は 国防費の対 GDP 比2%以上を維持していくとし国防費の大幅増を表明したと承知をしております周辺各国が軍事費の大幅な増額等によりまして軍事威力の強化を図り我が国周辺での軍事活動を急速に活発化させるなど、えー、我が国を取り巻く安全保障環境がこれまでにない速度で厳しさを増す中で 我が国としても防衛力を抜本的に強化していく考えですこうした中でこ国民の命や暮らしを守るために必要なものは何なのか、えー、予算をしっかりと確保してまいりますまた新たな国家安保戦略防衛対抗中期防を策定することとしており厳しさを増す安全保障環境の中 防衛力の強化には一国の猶予もありません、えー、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと考えております後藤北俊君、はい、時間になりましたので終わりますありがとうございました午後2時30分に再開することとし休憩いたします 자다